待しました。この電車長崎快速急行です。次は西区通りが参ります。扉が閉まります。ご注意ください。最初
JR 大阪環状線ご利用の方はお乗り換えください。次は九条に止まります。出口は左側です。電車の方が間が空いてますので、お降りの際は足元にご注意ください。西九条です。次は桜川に止まります。
扉が閉まります。ご注意ください。ご注意ください。